はい、今日はですね、こういうものが欲しかったってものが販売されたんで、よだれ飛んじゃった。ちょっとご紹介したいと思います。はい、これね、ドッペルギャンガーのアンコスタンド、ね、ランタンスタンドです。今までこのスノーピークのパイルドライバー、これ持ち歩いてたんですけど、これ姉妹寸法が長いんですよね。でこのアンコスタンドがこの大きさです。これはもう皆さん使い方は分かりますよね。これを緩めてガシャンガシャンって、これで三脚式の足広げるタイプのランタンスタンドも使ってたことあるんですけど、あれね、スクリーンタープの中とかで置いとくと足が邪魔で、ね、すぐ蹴飛ばしてたから、うん、このパイルドライバー自体ももうかなり使ってますね。でね、ずっとね、これのコンパクトなの、こういうのないかなと思って、そしたらちょうどね出てきたんで、これ880g だったかな、約重さも全然軽いです。これは重たい。こういうのをね待ち望んでたんですよ。でちょっと開封していきます。はい、まるっきりの初開封です。中はなんか丁寧に梱包されてますね。これね、素晴らしいのは袋に入ってるのに、出したらさらに袋に入ってる。素晴らしい。はい、パーツはこんな感じですね。ランタン吊り下げるハンガーと、ペグになるのかな、ポールです。パイルドライバーね、たまに刺さらない時あるんですよ。前回行った椿荘もちょっと入らなかったからね、諦めました。でこれはハンマーで、このペグみたいの、ペグだね、これを打ち込んでって、ここにポールを立てていけばいいんですね。それじゃあね、早速ちょっと組んでみようと思います。しかしこれね、素晴らしいアイデアだよね。なんでこういうのもっと早くなかったんだろうね。じゃあこれポールですね。一番下と一番上が決まってるみたいです。でこれを立てればいいんですね。結構ね、ガタがある。このね、下までポール通りますんで、下まで入れます。で締め付ければ OK。 はい、こんな感じですね。結構ね、ほらガタがある。どうなんだろうね、ガタがあるな。まあランタン吊り下げれば大丈夫かな。うん、やっぱ安定感はこっちですね、絶対に。これなんかガソリンランタンとかぶら下げて大丈夫かな。あとはちょっと試しに使ってみます。大丈夫だろうな。でもはい、ツーリング、キャンプツーリングとかソロとかいいと思いますよ。これ軽いしコンパクトだし、まあキャンプツーリングとかだったら
でっかいガソリンランタンとか持っていかないですもんね、 LED だから十分じゃないかな。安定感はもう絶対的にパイルドライバーですね、重たいのぶら下げるなら。はい、それじゃあアンコースタンドの紹介を終わりにします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では失礼します。